が来るかな。どうかな、どうかな。まだ来てないっぽい。うん。あ、来た。あ、来た。来た、来た。あ、来た来た。来た来た。ただいまー、みんな。ただいまー。シェアしてくれてるりんちゃん。へへへ。ありえんちゃん。へへへへ。名前変わったね。あ、みさきちゃん、ドラッグドライバー登録しました。ありがとう。優しい。ありがとう、ただいま。あ、間違えた。うちらがお帰りなの？私たちただいまかと思ってた。言い合いだね。ありがとう、なつ。そう、なんかめっちゃ制限されちゃったからね、やり直したの。だからさっきコメント書いた人はもしかしたらもう枠に入れなかったかもしれないから、ね、ちょうどいいか。ラッキーだよ。おつぶがい、こんばんは。ケロケロもやっほー、ただいま、お帰り。おかえり、ただいま、ただいま、おかえり。お待たせした。おつぶがいのヘルプデスク。おつぶがいってさ、うん、前も来てくれてた。うん、あ、逆逆、ヘルプがいになっちゃった。逆でもなんでもないし。しかもみやちゃん、え、みやちゃん職業なんだろう、教えて。みやちゃん、みやちゃん、みや清掃っぽいな。ゴミ収集車、あ、ゴミ収集車で群馬県全域で回収業務をしていますって書いてる。みやちゃん、うん、ゴミ処理、ゴミ処理し、ゴミ処理、ゴミ収集車、すごい、それ車。ちょっと私のとこにまだコメントが届いていない。あ、ゴミだから反映されないのかな。あ、うん、普通にあそこに書いてる、プロフィールに。あ、そういうこと。うん、笑ってる。本当だ、ゴミ収集車でゴミ回収業務。すごい。でもさ、めっちゃ稼げるって聞いた。そうなの。そう、大変だもんね。うん、みやちゃん勝手に書いちゃった。ありがとう。たかちゃん、こんばんは。こんばんは、たかちやん。たかちやんの職業何？教えて、お仕事。職業100個集めてます。こんばんは、ドラさん、こんばんは。職業よかったら教えてください。あ、パン屋の名前なんだろう。おしり、おしり食べたい。やだ、そんな名前、そんな名前やだよ。人魚フォレストワーカーのドラちゃん、こんばんは。ディカプリオ、あ、間違えた。人魚フォレストドラだった。みんな名前も書いて、お名前もセットでコメントしてほしいです。お名前読めない方いるので。オッケッケ、こんばんは。オッケーオッケー、こんばんは。ハラさん、こんばんは。こんばんは。で止めたのに全員読め、ねえ、バレた。お尻でもうって言ってるのかと思った。名前と職業をセットでコメントしてください。ディカプリオ、ナムオ、こんばんは。こんばん、こんばん。支配者、支配人の数、うん、数と、この動画の楽しみ方を教えてくれ。これはあれだよ、知らない職業何個見つけられるかを探すんだよ。そうだよ、銀行員なお、あと自分と同じ職業がいるか、と書かれた時の喜び。あ、神主。昼の2時から見てて、今書いたまだやってた。いつまでするの？え、やめてたよ。1時2時でやって、今ね6時7時でやる。そうそうそう。
そう、2回やってる。1時間しかやってないだから。まいちゃんほらありがとう。学生のもん、すごいピューロのキャストさんいる。どこの部だろう。こないだ行ったよね2人で。ねえねえそうピューロランド、タモちゃんピューロデビューしてきた。そうなの、初めて行ったのショーがすごかった。ねえ本当に感動するよね。YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書くので、ぜひチャンネル登録してくれたら教えてください。教えてください。いちご保育士シュージーフォローありがとう。あピューロピューロ、みんな名前と職業をセットでコメントしてね。お名前わかんない方結構いるので、お名前も。てかピューロキャストは初めてじゃない？え、初めて。ディズニーとかユニバはねめっちゃいるけど。かっくんほらありがとう。あさみちゃん久々。確かに、だから配信が1日ぶりだった。でもうちらはすみちゃん何してたの？ね、映画正解だよ。元気な携帯ショップのアロ。 YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。信号機工事士すごい。すごい。え、あのガチ信号機じゃない？マー君ハートミーありがとう。お仕事でした。寂しい、会えなくて寂しかったよ。今日は休みなのかな、すみちゃん。あらー、すごい。ブーケーありがとう、マー君。このお花素敵このお花素敵ね。土木施工管理士、施工多い今日。本当？え、一つ目？あ、二人目か。二人目か。今終わって帰るとか気をつけて帰るんだよ。お疲れ様。おつだよ。あぶね。みんな名前と職業をセットでコメントしてね。お名前読めない方とか書いてない方飛ばしちゃう時あるので。アロー、デンガーフォローありがとう。ありがとう。もしコメントを早く書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。ちなね、あとねもう少しで350、間違えた3500なんですよ。やばい。登録者さんがあと11人、あと11人で3500なので、よかったら皆さん協力していただけたら嬉しいです。ひや優しい、ありがとう。こちらこそ。てかすめちゃんが優しいからね。のび太のくせに生意気だ。ありがとう。そう、今3489人です。介護士の直頑張るよ。 YouTube では一つの職業をめっちゃ詳しく解説したり、あと町、あのね町に出て街頭インタビューしたりしてます。職業なんですかって。1週間タモちゃんに会えなくてアップされたやつにコメントしたら書きたかったって言われたので来てみた。早番でよかったありがとう嬉しい。そうだよ。そういう嬉しいね、みんな優しいね八番ラーメンって知らない、初めて聞いた。ラーメン好きだけど。え、カツヤ、カツヤ、カズヤ、そう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 、内田カズヤ流所検査技だ。57と82かぶってるよ。え、57と82、幼稚園の。あ、ほんとだ、ありがとう。いると思ったんだよさすが、見つけれるのすごい。さすが、やはり来なきゃダメですよ。だってもっと仲良くなりたいからね、みんな。あとね11人チャンネル登録してくれたら3500人です。皆さんよかったらチャンネル登録してください。
YouTube は職業調査隊って調べたら出てきます。登録してくれたら先に書くのでファストパスですよ。順番を待たずに済みます。みんな名前と職業を書いて、お名前読めない方とかね、分かんない方飛ばしちゃうから書いてほしいな。お名前もみんなあの YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きますよ。書きます。チャンネル登録してくれたら教えてね。 YouTubeファーストパスもうない。でもなつんはもう仲良しさんだから。そうだよ。うん、今日理学療法士出てない。ヒロ出てたよね。いたっぽい。YouTube チャンネル登録してくれた方先に書きます。キャリアアドバイス。みんなの職業教えてください。100個集めてます。サーティワイル食べたい。アイス食べたいよ。食べたい、うん、みんな名前と職業セットでコメントしてね。よろしく。お名前わかんない方飛ばしちゃうので。YouTube かにゃ、あ、YouTuber だった違った、うん、YouTube チャンネル登録してくれた方は先に書きます。書きます。モデル、そう、ファストパスなので待たずにすぐ書けます。コメント上から順番に書いていってるんだけど、まだ全然下まで追いついてないので、もし早く書いてほしいよって方は YouTube チャンネル登録してね。29と85も一緒。29とラーメン屋。本当だ本当だ。じゃあ内田和也はこっちに移動。サーティンはいつも何食べようか悩んで時間めっちゃかかる。え、逆に私も決まってるんだけど絶対同じのしか食べたことない。うん、え、結構スタバとかも同じの。冒険した方がいいのか。できなくない？でも確かに。なんでだろうね。あれ関係あるんじゃない MBTI。 ありそう。でも私のお母さんめっちゃ冒険する人なので、毎回失敗してるの。うん、わかる。どうでも失敗が怖いから冒険できない。え、ね、みんな名前と職業セットでコメントしてください。もし早く書いてほしいよって方はYouTube チャンネル登録してくれたら先に書きます。 YouTube は職業調査隊って調べたら出てくるのでぜひ。わ、シープ来た。ハートミー、ありがとう。ありがとう。え、冒険するタイプなの？失敗が怖いよね。スタバ期間限定必ず飲む。本当、スタバあれ好きだった、チャンキークッキーフラペチーノみたいな。え、冬のやつ？冬かな。違うか。え、マシュマロ乗ってるやつじゃなくて。え、乗ってない。なんかあの、うん、流行ったさ、ちゃんクッキーあるじゃん最近、セブンとスタバにあるチョコチップクッキー。はい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 。あれが砕かれて入ってる。へえ、飲んだことないや。え、マジ5、6年前だった。へえ。ケップン、ハートミー、ありがとう。ありがとう。私あれ冬に出るさ、うん、ホワイトチョコとマシュマロとかが入ってるやつが好きだった。え、飲んだことない。美味しい？美味しい。甘くて、甘党だったらね好きかも。更新フォローありがとう。え、エビセンの飲食店。サーティワンは全部美味しそうで困る。ちょっとわかる。でもしかもあのさ、ケースに入ってるとさ、うん、わーってなるよね。嬉しいにね。そうそう、全部いいなってなるけど、でもできない挑戦。え、いつもさ、うん、ダブル、うん、あの恐竜さん。あー、言ってましたね。恐竜さん、あれ選べるの？うん、コーヒー、アイスの味を選べてっていう感じ。そうそうそう。え、1個でホイップがつくの？そう、かわいいし。
ホイップが好き、あとカラースプレーも好きだから。あ、わかる。だから恐竜さんにしちゃう。恐竜さん、恐竜とウサギとパンダだっけな。そうなんだ。そう、エステティシャン。あ、もうここから。そうね、次からね。あと5人、 YouTube チャンネル登録してくれた方、先にてか書きます。ここからは YouTube チャンネル登録してくれた方を書きます。書きます。スタバの新作パイナップル、パイナップル始まる前に桃飲まなきゃ。パイナップルが一番苦手。ゴルフボールダイバーって。また今回も焼肉ないね。タモちゃんくつろいでる。ここまで来たらこういうタイプができるから一生懸命書くね。あと5人、 YouTube チャンネル登録してくれた方書きます。ここのあと5人の枠は YouTube チャンネル登録してくれた方のみの枠なので。そうなんです。そう、よかったらあと5人枠に入るためにぜひ登録してください。お願いします。 YouTube では一つの職業を詳しくご紹介したり、あとあれ、街頭インタビューして渋谷の街で職業聞いたりとかしてます。そうなんです。星フォローありがとう。みんなだから YouTube も楽しいと思います。コールセンターのオペレーター出てないね。ナッシングですね。ナッシング、ナッシング。わあ、あと10人で3500人だ。チャンネル登録者さん同じ職業がないか探し中。だってナッツン一番上じゃない。ダブってないか。そういうこと。優しい。マイちゃん、マイマイの職業何。マイ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 の職業教えて。マイマイマイの職業教えて。最近ダブり少ないよね。だってえらい。私の書くダブり今日ちょっと増えたけど、ゆくが気づいてくれたけど少なくなった。あやのフォローもありがとう。登録もしてくれ、ありがとう。あやの電気工事士ね、探すね。いた気がする。いたよね。ライム電気工事士、しかもさ登録してた。あだよね、だよね。ライム、ライム、あやのガソスタか。見つけちゃった、見つけちゃった、見つけちゃったちゅ。かわいきゅ。あやのガソスタだ。ガソリンスタンド。マイの職業なんだろう。マイちゃんいる。あ、間違えちゃった。マイちゃん、マイちゃん、マイちゃん、マイちゃんいないね。ないね。いないの。いないね。でも見てる。見てる。マイちゃん、マイちゃん、青いアイコンのマイちゃん、マイちゃん。あと3人。これにメンションすればいいのかな。あと3人 YouTube チャンネル登録してくれた方書きます。 YouTube チャンネル登録してくれた方は職業教えてね。職業教えて言うてるよ。職業教えてね。お、ハイニー登録しました。ハイニーの職業何。ハイニー、ハイニー、ハイニのお仕事。デイサービス来ましたよ。ふう、あ、見えたね。私もダブりないです。偉い。おー、ありがとう。確認、ダブルチェック大事ですね。ダブルどころかダブルチェックどころか、ね、って感じですけど。あ、カニャ YouTuber 登録しました。ありがとう。ヨーツベバー、ありがとう。かにゃん、頑張りましょうね。お互いに。俳優です。 あと1人 YouTube チャンネル登録してくれた方書きます。
あ、もう登録してくれたら100過ぎても書くけど、うんうん、今のところ枠が一つ、うん、ダブルチェック大事、ありがとう、大事ちゃん、大事大事、 YouTube チャンネル登録してくれてよかった。記念すべき100は誰の手に、誰の手に、いかに、いかにってどういう時に使うのっけ、いかにもとか、いかにも、いかにもとか、はじめまして登録したよ、ケアマネージャーです。おー、ケアマネージャー、ケアマネージャー、サムパッチン、ケアマネだー言って、あ、リョーマ登録した、リョーマの職業教えて、サムパッチ先生ありがとう、ありがとう、リョーマの職業なーに、リョーマ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 いる、職業教えて、教えて、リョーマリョーマの職業教えて、あ、日焼けサロンだって、日サロ、お、店員さんも黒いのかな、ね、リョーマ黒いね、リョーマ黒そう、名前がどうだろう、私もめっちゃ受けた、ガーティみんな100無事終えました、今日は配信は以上だけど、明日は1時2時と6時7時、はい、午後やります、なので明日もぜひ来てください、手が離せないので聞いてます、ありがとう、ありがとう、そうだから明日も1時2時と6時7時でやるので、ぜひ遊びに来てください、来てね、登録してくれた方はぜひYouTube も見てください、 TikTok のアーカイブも上がります、じゃあお疲れ様、ありがとう、ありがとう、また明日お会いしましょう、じゃあねー。